今回の照明は自然なる照明の中で金色、すなわち仏のお体、そして鳳凰堂の鳳凰を美しく照らし上げることができ得た初めての夜間拝観であるということです。平安時代から続いている古代建築に対してより象徴的な希望を私たちに届けてくれる光である。